はい、どうも、笹原です。今回は変形性膝関節症の方がこの話を聞いてもまだ注射を打ち続けますかというテーマについてお伝えします。でまず最初にお聞きしたいんですけども、膝の痛みが出たりとか、あとは変形性膝関節症と診断されて軟骨がすり減ってますねって言われた時に、膝の注射で水を抜くとか、あとは有名なヒアルロン酸注射っていうのを打つことによって、それをまあ打ち続けることによって症状って改善すると思ってないですか？でもちろんですね、そのヒアルロン酸注射とか注射を打つことによって膝の痛みが軽減する方っていうのがいるっていうのは事実なんです。でこれは膝の痛みとかが強い時っていうのは、膝の関節のところで炎症っていう、まあ、簡単に言うと火事が起きてる状態です。でヒアルロン酸注射とか注射の中には抗炎症作用といって、まあ、簡単に言うとこの火事を消化するような作用が働くことができるので、なので一時的に痛みが解消されたりするんです。なのでひどい痛みで膝に火事が起きている状態の時に一時的にこう消化活動をするってことは大事なので、まあ、数回そうやって注射を打つってこと自体はまあいいことなんですけども、問題なのはもうそれで膝の痛みとか膝の症状が治ると思って打ち続けて何ヶ月も何年も通って注射を打つ、これ自体が実は問題なんです。なのでこの動画では変形性膝関節症とか膝の症状が注射を打ち続けても治らない本当の真実の部分ですね、この部分っていうのを理解していただいて、じゃあどうすることによって根本的にですね、膝の痛みとか変形性膝関節症を解決できるのか、ここまで具体的にお伝えしていきます。でさらに特典パートとしまして、膝に溜まった水とかですね、腫れとかっていうのを注射を抜かなくても自力で解決する方法ですね、そのやり方についてお伝えします。でこちらの特典パートっていうのは動画の後半で最後でお伝えしますので、ぜひ最後まで動画をご覧になっていただいて、膝の水を抜かなくても解決する方法まで知っていただければなと思います。では早速ですね、変形性膝関節症の人が注射を打ち続けることが良くない理由は何なのかというと、膝の炎症っていう、要は火事が起きてる状態の起きた理由っていうのをそもそも解決しないと膝の状態が改善していくことは一生ないからです。でこれはどういうことかというと、まあ冒頭でもお伝えしたように、膝のすごく痛みがあるとか、あとはすごく水が溜まるとか、そういった時っていうのは簡単に言うと火事が起きている状態です。なのでこの火事っていうのを一時的に消化するって活動は大事になってきます。ただちょっと考えてみてほしいんですけども、火事が起きる時って、火事が起きる理由って必ずないですか？例えばタバコ吸う方とかで、もう寝る前にタバコ吸ってそのまま寝てしまったとか、でそれによって引火して火事になったとか、まあ、他にもいろんな原因があると思います。つまり何を伝えたいのかというと、膝の注射っていうのは先ほどお伝えした火事の消化活動なだけなので、要はいくら注射を打っても、要は火事ができた時に消化活動をしているだけなので、膝の痛みとか変形性膝関節症を引き起こしているそもそもの原因ですね、先ほど火事の例えで言うと寝タバコとか、そういった火事を起こした理由っていうのが解決しなかったら、いつまでも消化活動を続けているだけ、つまりこれは対処療法でしかないってことなんです。ではここまでの話で、注射っていうのは火事が起きた時に対処する、その場の対処なんやっていうのを理解していただけたかなと思います。では次に疑問になってくるのは、じゃあその火事を起こしている原因は何なのかっていうのが疑問になってくると思います。ではこの膝自身に火事を起こしてしまう根本的な原因は何なのかというと、もう多くのケースで筋肉のアンバランスによって引き起こされています。じゃあ次にこの根本原因の筋肉のアンバランスっていうのは何なのかというと、まずこれが膝の模型です。でこちら側が外側で、これお皿なのでこれが膝の前です。でこちら側が内側ですね。でまあ膝の関節に負担をかけるので有名なのが、要は O 脚ですね。じゃあこの O 脚っていうのはどうなってるのかというと、まあいろんな O 脚のパターンがあるんですけれども、年配の方の O 脚っていうのはシンプルにですね、こう外側にですね、こう外側にこうやってですねなっていく、まあこれが O 脚ですよね。じゃあこの外側に行くとどうなるかというと、本来まっすぐやったら外側と内側の筋肉は、要はそんなにですね、両方同じような感じで使えたりするんですけども、外に行けば行くほど外側に体重がかかるのをぐーっと無理やり押さえつけて支えようとするので、外側の筋肉ばかりがガチガチに固まって使うっていう風になってしまうんです。
じゃあ外側の筋肉とかが頑張って頑張ってすると、次はどうなるかというと、次これ内側の筋肉ですね、こっちの筋肉っていうのが全然使えなくなってしまいます。なので内側の筋肉がどんどん使わなくなる。で、使わなくなってこう内側からぐっと引っ張れなくなると、さらに外側に行こうとして、こっちが使いすぎて硬くなる。要は内の筋肉は使えなくなって弱ってくる、外側は変に使いすぎて硬くなるっていう、こういった内外の筋肉のアンバランスが起きてきます。するとどうなるかというと、今この関節のところですね、外に行こうとした時って、この内側のところがぐっと狭くなりますよね。なので、本来このまっすぐの状態に近かったら、膝の関節のところで全体的にこう分散されてますけども、こう外に行って、要は筋肉のアンバランスによって、こう外に行くと、この内側だけにぐーっと過度に負担がかかるんですね。なので、この一点集中で負担がかかってしまうので、それによって、内側の軟骨とかがすり減りやすくなったりとか、内側ばっかり負担がかかるので炎症っていうのが起きやすくなる。だからつまり筋肉のアンバランスっていうのが原因で、それによって負担がかかって結果として火事が起きてるだけなんですね。なので注射で一時的にこの火事が起きてるのを消化してあげるっていうのも、まあ大事にはなってきますけども、そうなった理由っていうのはそもそも先ほどの理由になってきますので、その筋肉のアンバランスっていうのをちゃんと解決してあげて、ちゃんとですね、膝に負担がかからないような状態を作ってあげる。実はこれをしないと、いくら注射を打ったところで根本的な解決にはならないんです。ではここまで聞いていただいたら、次に出てくる疑問ってのが、じゃあその筋肉のアンバランス、要は全然使えてない筋肉と使いすぎてる筋肉ですね、そこはどういった筋肉が主に出てくるのってのがわからないと思います。で、実はそれを解説した動画っていうのが別にあります。特に足の太ももの前とかです、前とか横への筋肉っていうのをまず緩めてほしいので、そこだけをまず緩めてくださいって動画があります。そちらが下の概要欄に貼っておきますので、そちらの方もご覧いただければと思います。さらに膝の痛みとか変形性膝関節症が出る人っていうのが全然使えなくなってしまってて、そこをちゃんと鍛えるやり方っていうのをまた別の動画で紹介しているものがあります。なので、この後の特典パートで、自分で膝の水を抜く方法というのをお伝えしますので、そちらを見ていただいて、それをしながらも、この2つの動画ですね、要は筋肉を緩めるやり方と、さらに鍛える筋肉の鍛え方ですね、こちらも下のまた概要欄に貼ってますので、そちらの動画もこの動画を見終わってからご覧になっていただいて、根本的な解決っていうのをしていただければなと思います。はい、では特典パートとしまして、膝に溜まった水っていうのを自力で抜く方法についてお伝えします。で、この膝に水が溜まった時に、この水の吸収っていうのを早めるために重要な筋肉っていうのが一つあります。それがどこかというと、この太もものもう前にある、この前のその中でも奥の方にある筋肉です。で、実はこの太ももの前には、奥の方にある筋肉とその上にある筋肉って、実はこの2層に分かれていて、で、膝の痛みとか変形性膝関節症ある人は、この表面側の上の筋肉ですね、ここの筋肉っていうのは使って固めるっていうよりは、マッサージとかストレッチとかで柔らかくしてあげるっていうのが大事になってきます。で、そちらの緩め方っていうのは、まあ先ほど紹介した動画でやってますので、まあこの動画見た後に、この表面の筋肉っていうのはそういったケアで緩めるようにしてください。ただ、膝の水を抜くときっていうのは、この奥にある筋肉ですね、この奥にある筋肉っていうのを使ってあげるってことをすることによって、膝の水っていうのを自力で早く抜くことが可能になってきます。ではその奥側の筋肉っていうのを使うっていうのを具体的にどうやるのかというと、まずこういったタオルですね、タオルっていうのをこのように巻いてですね、膝の下のところに置いてください。で、この状態でこの膝の裏っていうのをタオルに押し付けるってことをしていくんですけども、ここで注意点がありまして、このタオルっていうのをぐーっとですね、押さえて膝を思いっきりぐーっと伸ばそうとすると、先ほどのこの表面の筋肉ですね、こっちの筋肉っていうのを使ってしまうので、これは実は膝に良くないんです。なので膝の水が溜まってる人がやってほしいのは、この膝の裏をタオルにややね、押し付ける、ちょっとだけ押し付けるってことをしてほしいんですね。で、ちょっとだけ押し付けただけでも、ここが硬くなるのがわかると思います。このちょっと押し付けた時に、この表面の筋肉じゃなくて奥側の筋肉っていうのを使ってます。なのでちょっと押さえつけて硬くなるなっていうところを感じたところで、10秒間この位置をキープします。で、10秒経ったら戻すですね。これを2セットから3セットほどやっていただくと、この膝の水を抜くために重要なこの太もものでも奥の筋肉だけを使うことができてくるので、膝の吸収っていうのを早めて、自力でですね、注射なしでも抜くってことが可能になってきます。
では、このやり方一通り左右実践していきますので、この動画を見ながら一緒にやっていきましょう。まずこのタオルっていうのを膝の裏に敷いてもらって、で、この状態で、で、手を膝のお皿のやや上のあたりに置いていただいて、で、この状態で膝の裏っていうのをタオルに軽く押さえつけます。で、軽く押さえてちょっと固まったなってところで10秒間キープです。では、いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10秒経ったら次反対ですね。反対も同じ要領で膝の裏にタオルを敷いてもらって、でお皿の上にちょっと手を置いてもらって、で軽く押さえてちょっと固まったところで10秒間キープです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、以上のやり方が膝の水っていうのを自力で抜く方法になるので、膝に水が溜まってるなーって方はこの動画を見ながら実践してみてください。ただ、一つちょっと注意点があります。あまりにも膝のところで炎症っていうのが起きてても、腫れて熱を持ってる、その状態が長く続くとか、そういった場合っていうのは、すごく膝の状態が悪くて、要は、先ほどの火事が起きすぎてるって状態の可能性があります。だそういった場合っていうのは自力でやってもなかなか解決しないことも多いですので、そういった場合っていうのはさすがに注射でちょっと水を抜いてもらったりとか、火事を落ち着かせるために注射を一時的に打った方がいい場合もありますので、その場合っていうのはもうお近くの整形外科などを受診していただければなと思います。ただ多くのケースで自力でなんとかいけるケースが多いですので、まあ、先ほどのやり方プラス、まあ、ご紹介したですね、太ももを緩めるやり方と弱って使えてないところを使えるやり方ですね、こちら下の概要欄のところに動画飛べるリンクを貼っておきますので、まあ、そちらも見ながら実践して膝の状態っていうのを自分で解決していただければなと思います。はい、本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。で、今ですね、関節を自分で解消して一生自分の足で歩くための3ステップ動画講座という風な、有料で伝えているような内容というのを無料で特別にプレゼントしています。で、そのプレゼントですけども、下の概要欄から受け取ることができますので、そちらから LINE に登録いただくとプレゼント、無料の動画の3つの講座っていうのをプレゼントで受け取ってもらえますので、ぜひそちらの方も受け取ってもらって、自分で膝の痛みの解消であったり関節の解消につなげてもらって、一生ですね、自分の足を保てるような状態というのを作っていただければなと思います。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。